こんにちは、兄です。今日紹介するのは、アームズチェンジシリーズ AC-05 仮面ライダー残月メロンアームズです。やっと出ましたね。残月さん、ガイム第1話から出てるのに、もう結構遅れてね、このタイミングで出てきました。それでは開封します。はい、出ました。早速中身の確認をしていきたいと思います。残月さん本体、メロンアームズ鎧パーツ、カブトパーツ、メロンディフェンダー、無双セーバー、以上です。パッと見はオレンジアームズに似てますね。それに盾がついたっていう感じでしょうか。ブリスター開けたいと思います。はい、出しました。すごい不思議な感じがします。なんだろう。なんかまた白が結構綺麗なんですよね。美味しそうな感じ。あと顔がやっぱりすごいかっこいいです。何もくっついてない状態からかなりイケメンですね。可動に関しては今までのライダーと同じなのでちょっと省略したいと思います。では造形を見ていきましょう。顔です。いつもと同じ感じでクリアパーツで抜けていて、横にスリットが入ってます。体の部分は、やっぱりガイムと似てる感じがしますね、全体的に。このなんかこう、あみあみな感じとかですね。白に、金色がすごいね、映えますね。かっこいいです。付属品を見ていきたいと思います。まず、兜パーツです。メロンの断面っていうんですかね。放射状にこう伸びた感じな線が入ってます。結構この細かく網目模様みたいなのが入ってますね。鎧パーツです。こんな感じですね。無双セーバー。これはガイムと全く一緒なんですかね。今ここにガイムがないので、後で比べてみたいと思います。メロンディフェンダー。綺麗ですね。この細かい模様がすごい。なんか逆に見てるとちょっと若干気持ち悪くなるかもしれないです。で、裏方は無塗装ですね。で、握り手がついてます。それでは変身させていきたいと思います。まず、いつもの準備ですね。そうですね。こう開いていきます。もうオレンジと一緒ですね。やっぱり。で、ここの突起に、これを、鎧じゃなくて、兜をくっつけます。そして、元に戻していきます。はい、準備完了です。それでは変身です。メロンは打ってきます。そしていつもと同じようにカチッと言うまで止めます。そして開きます。オープン。まず肩からいきましょう。そして、おー、出たー。かっこいい。残月さんはイケメンですね、やっぱり。みんなかっこいいんですけどね。ちょっととんがった感じがね、いいですよね。あと、やっぱここが、ここの顔周りのね、どうです、これ。顔の作りがね、やっぱね、いいんですよね。いやー、かっこいいな。色合いもね、やっぱね、この白と黄緑。これがなんかね、いいんですよね。いやー、いいなー。かっこいいです。アームズチェンジシリーズ、残月さん、遊んでみての感想は、かなり満足度が高いです。体の色合いがこう白いとか、あと、他のキャラクターとまたちょっと立ち位置が違うとか、そういうところも含めて、ちょっとなんか特別な感じっていうのがね、するんですよね。
ギミックとかに関しては従来のものと変わらないので、まあそんなにこう前ほどの衝撃は受けないんですけども、ただやっぱりね、顔とかがねイケメンなんですよね。そこでちょっとおって思うところはあります。あと盾がついていたりとかで、ちょっと今までにないこう武器があるっていうところで、そこら辺もねちょっと嬉しい感じはしますね。 AC05 仮面ライダー残月メロンアームズでした。